小林和平小林和平7月13日昭和41年3月8日は昭和時代戦前戦後にかけて福島県内で活躍した石像彫刻家。師匠である小松虎吉の技術を受け継ぎ、狛犬彫刻を芸術として開花させた名工として知られている。小林和平は明治14年7月13日福島県石川郡石川調査会に 小林悟三郎を、を倉の次男として生まれた。次男だったため、十代前半で、近隣である浅川町吹き作で石膏をしていた小松虎吉に弟子入り。虎吉の厳しい指導の下石膏としての技術を身につけていった。石膏修行の年季が明けぬ二十代前半で、和平は、年上の小林中と恋舎になり、明治三十八年、長男十里が生まれた。 しかし、独立していない和平は、結婚を許されず、やむなく、未婚の父となった。明治40年7月19日、長男十里が2歳で死去。翌、明治41年、ようやく、仲を妻として迎えることが許された。明治42年、年季明けして独立。この時和平は27歳、師匠の虎吉は65歳だった。時を、同じくして、 次男性が誕生するが、生後すぐに死去。和平は相次いで息子を赤ん坊のうちに失うという悲劇を味わうことになる。明治45年、長女、富子誕生。この時和平は30歳。しかし、その長女も昭和2年4月22日、石川高等女学校在学中に死去。和平は先立たれた二人の息子の分まで、可愛がっていた娘まで失ってしまった。 この時、和平45歳。昭和4年、妻、中野明林と、夫、稔との間に、長男、唐が誕生。和平は稔を養子として、孫にあたる登るに石膏を継がせることに夢をつないだ。唐は、弟と共に、その後、和平に指示し、石膏を継いだ。古戸の八幡神社の狛犬。昭和7年章異神社の狛犬。 昭和9年和平の作品に対する評価は狛犬に集中している。観音像、地蔵像、大黒像、依頼者の肖像石像なども彫っているが、和平ファンのほとんどは狛犬像のファンである。交通の便が決して良くない石川町や古園町に、全国各地から狛犬を見にやってくるファンが後を絶たない。その魅力はやはり、卓越した技術だけでなく、和平狛犬が持つ。 独特のメルヘン製であろう。愛らしいとも言える表情、生き生きとした小獅子たちの姿は他の狛犬像にはないものである。特に昭和5年から9年にかけて掘られた狛犬に傑作が集中している。中でも石戸と小脇神社の親子獅子,子、フルーの八幡神社の獅子、金井神社の獅子は和平狛犬三大名品として人気が高い。石戸と小脇神社の狛犬。 昭和五年国ととこ神社参道口にある、非正寺史像は、和平の石膏人生を変えた作品と言える。この年は、和平が、長女、富子を失った二年後にあたる。雲んには、乳首がしっかりとあり、メスであることがわかるが、その母寺子に寄り添う三匹の子寺子は、決して、おまけではなく、親寺子同様に丹念に彫り込まれている。よく見ると、 母獅子の乳首の下でじゃれ合う子獅子二匹より、母親の顔の横にいる子獅子が少しだけ大きい。じゃれ合う二匹の子獅子は、まだ赤ん坊の時に先立ってしまった息子二人、母獅子の顔の横にいる、少し大きな子獅子は、高等女学校にまで進みながら死に別れた長女を、思い、掘り上げたことは、容易に想像できる。三匹の子獅子に込めた和平の思いの強さが、この像を見るために、 遠路はるばる訪れた者の心を打つ。和平が、師匠、小松虎吉を尊敬していたことは、周囲の者たちに、常々、師匠は、欧州一の石膏だと言っていたことからも伺えるが、同時に、独立後は弟子たちに、人間、本当の苦労、辛さは、他人の家の飯を食わないとわからないと何度も言っている。虎吉の下での住み込み修行時代が、 いかに辛いものだったかを想像させるエピソードである。姉さん女房のマとの間に生まれた長男を、年季が明けてないがために結婚を許されないまま死なせたことも大きな傷になっていたであろうし、自分より技量が下だと思っていた。虎吉の息子、亀之助が、ぬのこうという名前をもらい、親方と連名で作品をいくつも残したことに、大しても複雑な気持ちを抱いていたであろう。しかし、 修行時代、独立後を通じて、和平は、師匠、虎吉にとっては、かけがえのない助手として献身的に仕事をした。小林和平という名が刻まれた作品で一番古い、ものは、沢田村村社八幡神社裏にひっそりと置かれた、小さな石の社である。明治35年12月となっていて、和平はこの時21歳。しかし、和平の名が掘られた作品は、その後、 大正期に入るまで見当たらない。明治35年は、師匠、虎吉が、運んてらしに長期間住み込みで、純ひさげ観音像という大作を掘っていた時期にあたる。師匠の留守中に依頼された作品に、まだ修行中の和平が勝手に名を彫ったことで、師匠から厳しく叱責されたと思われる。一方で、自分より実力が下だと見ていた、兄弟子の亀之助は、 トラキチの実子であり、ヌノコウという名前をもらい、トラキチと連名で作品を彫っていた。そのことに対する意地で、和平は修行が明けて独立した後も、師匠、トラキチが生きているうちは二度と自分の名前を彫らなかったと思われる。厳しい師弟関係が最後に和らいだと思わせる作品が、長福院の美写門天像である。この像の名は、不規作小松甲府となっている。 なぜ、布のたかしを逆にした、交付と刻まれているのか。住職の話によれば、この頃、年老いた虎吉に代わり、和平が、ほとんどの作業をしていたらしい。年老いた虎吉が、長年自分のために尽くしてくれた、相弟子の和平に、自分の名前を逆にした、交付を与えたかったのではないかと想像できる。これに対して、和平は、美写門天造の随心として、 二王像二体を彫っているが、その名は、和東再建席となっている。後にも先にも、和東再建席という名が彫られているのは、この二王像だけである。相手師との間にあった長年の確執を解いてから、この世を去りたいと思い、小松隆史夫と名乗ってよいぞと言った師匠に対して、弟子は、最後の意地と師匠への畏形の念を込めて、いや、俺は俺流にやりますよと、 とんちを聞かせて返答した様子がうかがえる。この時、虎吉は69歳、和平は31歳だった。この2年後の大正4年2月22日に、小松虎吉は71歳で没した。息子2人と娘1人、3人の子供全員に養成された和平は、妻の命が結婚すると、その夫、実ルを養子に迎え、生まれた孫たちに石膏修行をさせた。 実の息子三人のうち二人が和平に弟子入りし、石膏を継いだが、その後が続かず、小林家の石工業は途絶えた。小松家も、虎吉の息子、亀之助布の子を以後が続かず、石工業を廃業した。こうして、高藤藩を脱藩して、福島に住み着いた石区、小松治兵衛から三代続いた石膏の物語は、戦後に幕を閉じる。戦後は、 手彫りで狛犬を制作する石膏は激減し、現在は新規に奉納される狛犬のほとんどが中国製である。小松や小林家だけでなく、日本全体で手彫りの石像彫刻芸術を生み出す環境が途絶えたと言える。ありがとうございます。